高田のパワーの皆さん、こんにちは。電動車の神田直樹です。皆さんお元気ですか？街頭演説またゴスペルストリートライブをいたします。近くでマンガバイブルをお配りしています。キリストあなたを愛してます。ジーザスラブスユ。イエスにいたりするから、イエスアイディ、イエスス、イエスス、ドリトテレット。
キリストは言いました。健康な人には医者はいらない、いるのは病人である。つまり聖書から言うならば、全ての人が罪人だ。崖めがけて、やがて崖めがけて走ったら、やがて落ちて死んでしまうように、人は必ず120歳以下で死ぬ存在です。しかし自分に罪がないと思っている、そういう人たちがいるに気がつかない。健康な人には医者はいらない。つまり罪を自覚しない人、罪がわからない人にはキリストが必要だと思わない。一つの理由としては、神から離れていると、神がわからなくなる。しかし皆さん、神の一人はイエス・キリストは地上に来られ、そして人々を救うためにこの地上に来られました。イスラエルに来られました。ベツレヘムという町に生まれました。しかし今日、高田の馬場にも来ておられるのです。目に見えませんけれども、あなたを愛し、あなたを救おうとされて、イエス・キリストはあなたを愛してます。イエスに立ちつつらえみだ。イエス・アイ・ユー、ジーザス・ラブ・ツユー、神はあなたを愛しておられます。こんばんは。永遠の神の愛は我らの出会いの中、愛を結ぶ君の存在が私にはどれほど大きな喜びでしょう。高田の馬場の皆さん、こんばんは。小走りで信号を渡ろうとしているお父さんも、またゆっくり信号を渡っているあなたも、急いでいてものんびり生きてても、人は早かれ遅かれ死を経験します。私が若い頃、自分が死ぬなんて考えたこともありませんでした。しかし私の先輩たちが次々に亡くなっていくその姿を見て、あ、やがて私もそうなるんだ。その死の向こう側に、人は神の前に立つ、そして裁かれると聖書を書いてあります。しかし皆さん、神の裁きはもうイエス・キリストが終わらせてくれました。もしあなたがキリストの十字架が私のためである、キリストの救いを受けたんだ、あなたの裁きは終わっています。しかし俺には神なんかいらない、そう言ってる人にとってはまだ裁きが終わっていません。皆さん、どうしたらいいですか。楽しんでるだけでいいです。神はあなたを愛しておられます。その神の愛を伝えに来ました。イエス・キリストはあなたの救い主です。あなたのために死んだ人がいる、あなたのために死んだ人がいる、すべてのものにから救うため、この伝えに来ました。ダビデの子孫として生まれ、死人の中から蘇られたイエス・キリストを思いなさい。人は弱い存在です。神は弱い私たちを愛して支えてくださいます。あなたの人生の中で
今日ターニングポイントを持ってもらいたい。人は強そうに見えてもみんな弱いんです。でもシトパウロこう言いました。私が弱い時にこそ強いんだ。皆さんそうです。あなたの弱さが感じられる時、助けてくださいって謙遜な心が生まれてくるんです。俺が生きてるんだ。しかし違います。目に見えない神によってあなたは転がされ動かされ、そして守られているんです。大きな神の手の中で神はあなたを支え、あなたを導いています。今日もにおってくるっている人を私のもとへ来なさい。私があなた方を休ませてあげよう。キリストはあなたにそう語っておられます。高田のママの皆さんこんばんは。キリストはあなたを愛しておられます。あなたのために死んだ人がいる。あなたのために死んだ人がいる。すべてのありかが救うため、孤独の中から救うため、キリストが十字架で死んだのはあなたを愛しているから。雨が降ってきたら雨はしのげるでしょう。しかし死の力が押し寄せてきた時、人は誰一人それに対抗できないのです。人類最大の敵、最大の問題は経済の問題、人間関係ではありません。死の問題です。人は例外なく死を経験する。しかしその方法は何があるんでしょうか。死で終わりでしょうか。死は無なんでしょうか。聖書はこう語ります。人はひとたび死ぬこと、一度死ぬこと、そして神の前に出て裁かれることが定まっている。皆さん、その裁きはイエス・キリストが背負われた。信じるだけで救われます。2021年前キリストはこの地上に来られ、私とあなたを救うために神が人となってくれます。人となった神イエス・キリストはあなたを救います。あなたの神です。神はあなたを愛しています。こんばんは。すべてに感謝しよう。我が主賛美と喜びを持って、止めた彼たに褒め歌う。ハレルヤ、サンビッシュ、ハレルヤ、オートサンビッシュ、ハレルヤ、オートハレルヤ、サンビッシュ、ハレルヤ、オートサンビッシュ、ハレルヤ、オートハレルヤ、ハレルヤ。
直接よ。皆さんこんにちは。弁当社の神田直樹です。神の変わることのない永遠の愛を伝えてきました。今ここに主の霊が激しく臨んで力火のように輝く神殿の愛の光
ド社の田村です。今日皆さんの人生の中で変わることのない永遠の愛をお伝えしました。永遠の愛、その愛は変わることがありません。お姉さんもお兄さんもどうぞこの変わることのない永遠の愛を受け取ってください。神はその一人をくださったことに、この世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びない永遠の命を得るためである。神はあなたに救われてほしい、だから呼びかけているのです。神はあなたに怒っているのではありません、裁くのではありません。あなたを救いたい優しい神様、しかし優しさの中にその優しさを支える厳しさがある。神は一人のイエス・キリストがなぜ十字架につかなきゃいけなかったの。それは私たちの罪が裁かれなきゃいけないから。じゃあ私たちが裁かれたらどうか。裁かれたら元も子もない。だからイエス・キリストが背負ってくれた。あなたの人生がどうであっても、どんな人生歩んでいても、どんな過去があっても関係ないのです。神はあなたを招いています。見よ、今は救いの日。見よ、今は恵みの時、救いの日。見よ、今は恵みの時。見よ、今は救いの日だ。ザ・バイブル聖書はこう語ります。ある人はこう言いました。イエス・キリストだけが救いました。そんな独善的なことがあるか。日本には八百万の神々があるんだ。皆さん、これ八百万の神々、約27万の神々、みんな人が作ったんです。人が作ったというか、人と同じレベルです。人が人より偉大な神を作れるはずはないでしょう。まあ、仮にロボットが作ってきて、 AI、 これからの時代、まあ、もちろんですね、人間を AI が乗っ取ってしまう、あるいは商業をやってもね、AI に勝てない、まあ、そういう時代が来るかもしれない。まあ、しかしですね、そうであったとしても、いくら人間がロボットを作ってロボットが優れてるわけにはいかない。皆さん、人間が作った八百万の神々に救いはない。じゃあ、どこに救いなのか。人間を作られた神。さあ、私たち全人類は猿から進化したんではない。全人類はアメーバから進化したんじゃない。神に似せて神の作品として作られたんだ。あなたご存知でしたか。
人は素晴らしいんです。多少差がありますけどね、みんな素晴らしい。なぜ神に似せて作られてる。まあ、しかしですね、素晴らしくない部分を持ってもそれ壊れてる、それを罪と言います。壊れています。私が使っている携帯をですね、例えば水の中に入れたら壊れてしまいます。同じように人は罪によって壊れている。だから素晴らしい存在であるとその素晴らしさが霞んでしまっている。どうしたらいいか。その霞んで消えかけているそのあなたを救い、そしてあなたの罪を許し、そしてあなたを回復させてくださる、その救い主がイエス・キリストだ。イエス・キリストだけが救い主だ。それは独善的な話ではない。この世界には救いはないんです。皆さんそうじゃないでしょうか。しかしそこにたった一人の救い主、神の一人子が来られた。今から2021年前この地上に生まれたキリスト、それを祝うのがクリスマスだ。クリスマスっていうのは何でしょうか。今クリスマスのシーズンじゃないですけど、クリストマスミサ、つまりキリストを礼拝する。皆さん救世主よ、あなたの救い主であるキリストに立ち返るなら救われます。神はあなたを救いたい。あなたを愛しておられます。神はあなたを愛しています。神はあなたを愛しておられます。主イエスの他にはない、その名の他にはない、主イエスの皆だけが永遠と元気にさせます。しかしそういう精力ドリンクを飲み続けても体
体を無理に興奮させて、そして元気にさせるだけですので、長い目で見たら栄養剤っていうのが入ってね、体を悪くしちゃうんですよね。体の深いところから元気にさせる食事をするのが一番です。この世界、この地上にある救いみたいなものは小手調べ、小手先のものです。でも神の救いは根本的にあなたの根本から救う。神はあなたを愛しています。高田馬場の皆さん、神があなたの救い主であることを今日ザ・バイブル聖書を通してお伝えに来ました。お伝えしていれます。高田馬場の皆さん、神に立ち返りましょう。神の愛を信じてください。神はあなたを救われます。高田馬場ザ・バイブルって言います。
ザ・バイブル、まあ、ザ・ブック、ブック・オブ・ブックと本の中の本、世界の中で一番多く製造され、そして読まれているのは聖書です。まあ、50億冊は超えてるだろうと、間違いなく。しかし、なぜ聖書がそんな多くの人に読まれているのか。つまらない宗教書であるなら、あれしちゃいけない、これしなさいという宗教書ではないんです。聖書は神の言葉です。あなたを作り、あなたを愛して、命の源である神の言葉。皆さん、その言葉が、ね、今手に入るんですよ。人はどうして興味がないんでしょうか。興味がないほどまでに神から離れ、興味が出ないほどまでに罪の世界にどっぷり浸かっている。しかし事実は、あなたは神から離れていると、人は死に、人は裁かれる。その裁きをキリストが2000年前に引き受けられた。信じるだけで救われる。皆さんにそれを受け取ってもらうチームです。罪の支払う報酬は死である。しかしキリストイエスにある神は永遠の命をあなたに与えられる。神と和らいで平安の夜が出るがよい。神と見守りなさい。神に立ち返りなさい。神は今日それをあなたに語っておられます。神あなたを愛しておられます。神あなたを愛しておられます。今近くでザ・バイブル、あなた聖書をお配りしてます。よかったらどうぞ受け取ってください。あなたの人生が変わります。人は変われるんです。どこからでも、いつからでも人は変われる。人生やり直すことができる。どこから？イエス・キリストからです。キリストから人生新たに変えることができる。生まれ変わることができる。皆さん、そのグッドニュースと言います。それが福音です。神あなたを愛しておられます。神あなたを愛しておられます。神あなたを愛しておられます。神あなた愛してます。
死んで墓に葬られ蘇りました。信じるだけで救われます。イエス・キリストの十字架を信じるなら第一番目、罪が許されます。二番目、悪魔から解放されます。三番目、病気が癒されます。四番目、問題が解決します。ピンチがチャンス、マイナスがプラスに変えられる。そして死が滅ぼされ永遠の命が与えられ天国に入ることができます。皆さん、これが聖書の根本メッセージをあなたに伝える永遠の命の救いです。イエス・キリストを信じること、それが永遠の命なのです。神、あなたは愛しておられます。神、あなたは愛しておられます。神、あなたを愛しておられます。聖書はこう語ります。人はパンだけで生きるのではなく、神の口からで一つ一つの言葉で生きる。パンだけで生きるんじゃないって言ったらね、ジャムも必要だし、マーガリンもソーセージも必要だって言うんじゃないですか。パンというのは食事を代表する言葉。食事してるだけで人は本当の意味で生きられないんだ。人にはあれが必要だ。人には自分は自分でいいと思えるけど、あなたが必要だ。あなたを愛してる。その言葉が必要だ。それが神の言葉だ。神の口から出る言葉だっていうんです。世界の多くの人たちがイエス・キリストを知って、イエス・キリストを通して救われ永遠の命、今20数億の人たちが世界でこのキリストの愛を受け取っています。今度はあなたの番です。日本の皆さん、あるいは日本に住んでいる外国の皆さん、イエス・キリストを愛しています。イエスに関心のサラミだ。イエス・アイリージーザス・ラブス・ユー、イエス・ステアマイ、イエス・ス・ルビット・テビア、この墓にジーザス、神主よ、いさせたまえ、偉大なるその計画、天が開き、光が満ち、地盤の上にとどまる。高田のままの皆さん、こんにちは。こんばんは。お勤めお疲れ様です。キリストは今日あなたを招いてます。重によって疲れてる人よ、私のもとへ来なさい。疲れた人、私のもとへ来なさい。イエス・キリストはあなたをそう招いています。イエス・キリストはあなたを愛しています。ジーザス・ラブス・ユー、イエスに単身のサラミナ、イエス・アイリー、イエス・キリストはあなたを愛しています。神のご加護になります。ダベシュ、神の御恵み豊かにあなたの上に注がれますよ。あなたの
もう一つの考え方として、人間は進化したという考え方があります。しかしそれは宗教です。何の根拠もない証拠の捏造だ。聖書はこう語ります。神の作品としてあなたは作られた。あなたは素晴らしい存在だ。神に愛されてる。その愛してくださる神のもとへ立ち返りなさい。神はあなたにそう招いておられます。今日どうぞ神に立ち返ってください。神はあなたを愛しておられます。神はあなたを愛しています。博多の午後の皆さん、こんばんは。お勤めお疲れ様です。キリストはあなたの救い主です。ジーザス・セイビア。神はあなたを愛しています。高田のパパの皆さん、こんばんは。伝道者の皆さんです。あなたを愛されています。神の愛を伝えてきました。この広場でご応対しております。イエス・キリストを知って救われてほしいです。あなたが黙れば石が裂ける。語れと神が言われるので、私はこの時代、この町において、この時イエス・キリストの愛を語ります。時が良くても悪くても、彼らが聞いても聞かなくても、神の言葉を伝えなさい。それがバイブルのメッセージです。神はあなたを愛し、あなたに永遠の命を与えたいと願っています。神のくださる永遠の命をどうぞ受け取ってください。信じるだけ受け取ることができます。永遠です。こんばんは。我が神主よ、見させたい。
来なるその計画、天が開き光が満ち潮の上にとどまる、救いの御業全地を覆い喜びの歌響かせ、その聖域は平和を呼ぶ、主の御霊が流れる、すでに与えられています。それに気づくだけです。もしあなたがこの神の愛を受け入れるなら救われます。あなたの死が滅ぼされ永遠の命が与えられます。どうぞ皆さん、この神の愛を受け取ってください。ただで与えられています。あなたは愛されています。神はあなたを愛しています。君は愛されるため生まれた、君の生涯は愛で満ちている、君は愛されるため生まれた、君の生涯愛で満ちている、永遠の神の愛は我らの出会いの中で今まっすぐ、君の存在が私にはどれほど喜びでしょう。君は愛されるため生まれた、今もその愛受けている、条件付きです。好きな相手なら好きになる、でも嫌いになったら別れましょう。芸能人たちのあの卓球の愛ちゃんも離婚を考えてる。それは人には愛がないことを教えます。人は恋はするでしょ、でも愛はない。じゃあ男女の愛だけではなくて友達の愛もどうでしょうか。あ、これも難しいですね。ある程度はね、友愛というのは続きます。また家族愛、まあでもこれも限定的ですよね。血がつながってるから親切にする、家族として生きている。どれも人間が持ってる愛っていうのは条件付きです。しかし神の愛は無条件です。誰でも
そして一方的です。ギブアンドテイクではない。あなたが何もできなくても一方的に神はあなたを愛してる。あなたに、あなたの生き方によって神の愛は変わらない。皆さん、そのような無条件で一方的な神の愛がある。その愛を受け取ってほしいです。伝道者の方並みです。ジーザスラブス、イエスに対してのサラミナ、イエス愛に神あなた愛してます。伝道者の方並みです。イエスに対してのサラミナ、イエス愛に、ジーザスラブス、イエスキリストはあなたを救ってくださる方です。信じるだけで。主イエスの十字架
イエス・キリストはあなたの救い主、信じるだけで救われます。
したガードマンがいて、早稲田大学の学生たちが酒を飲んで暴れないようにと、まあ大学生がですね、まだ大学生なのでね、そういえばまだ18歳ですからね、まだ酒飲んじゃいけないんですけど、ハメを外してしまう人たちがいる。今日神は早稲田大学の学生も、そしてまた皆さん、あなたをお仕事帰りも勉強帰りのあなたを愛しておられます。高田の馬場の皆さん、こんばんは。そのマスクの下にある寂しさ、悲しみ、神はご存知です。神はあなたを愛しています。神はあなたを愛しています。
高田馬場の皆さん、こんばんは。イエス・キリストの福音を伝える伝道者、神門直樹です。今日皆さんに永遠の命を持ってほしい。永遠の命とは、この世界で生きる私たちのこの命の延長線ではありません。全く質的に違う神の命です。私たちがいくらこの地上のこの悲しみ、苦しみ、不公平、不平等、不条理なこの世の中、この命が永遠に続いたとしたって嬉しいでしょうか。人は一度死ぬ。それは悲しみや苦しみや病気のあるこの世界に別れを告げて、新たな命を持って生きることができる。そのような天国をあなたに準備しています。高田馬場の皆さん、こんばんは。伝道者の神門直樹です。イエス・キリストの愛を伝えてきました。人となった神イエス・キリストは、あなたを愛し、信じる者を救ってくださいます。本日はザ・バイブルの漫画版をお配りしています。どうぞ一冊お受け取りください。神はあなたを愛しておられます。世界作られた唯一の神様は、あなたを救って愛しておられる。罪を犯し死にゆくあなたを救うため、イエス様は十字架で死んでよみがえられた。イエス・キリスト、あなた愛しています。人となった神イエス・キリストは、あなたのために十字架にかかり、死んで墓に葬られ、三日目によみがえって、あなたを救われます。高田の馬場の駅の前、イエスがここにおられる。高田の馬場の高田の馬場のあなた。
電動車の神田です。私たちはロボです。本日街頭演説とストップドライブとしてキリストの愛を伝え、また漫画ライブを配りします。お兄さんたちもらってくださってありがとうございます。神はあなたを愛しておられます。高田の馬場で皆さんとお会いできるこの一期一会を本当に嬉しく思います。皆さん、今日この時1ヶ月一度私がこの場所へ来なければ出会えなかった出会い、しかし本当の出会いは神との出会いです。Thank you.
ですね。Thank you.
スースルウィットテビア、マハルカニジーザス、イエスキリストはあなたを愛しています。ジーザスラブスユー。神あなたを愛しておられます。神はあなたを愛しておられます。
高田の馬尾さん、イエスキリストの対してます。ジーガスラブスよ、イエスに立ちぬからみな、イエスアイニー、イエスイス、ドリットデビアン、イエスイス、エアーマン、マハルカニジーダス。イエスキリストの対してます。ジーガスラブスユー、ガンプレスユー、ガンベーシュー、カミオ利用するかのようです。2021年もまだコロナの心配してる人たくさんいますよね。約1年前、お笑いタレントの志村けんさんが亡くなり、ああコロナって怖いんだ。人々はすみません、言われた。自分休みます。その世の中で、皆さん、マスクをしていれば守られる。まあ、ある程度守られるでしょう。私はコロナの陰でマスクをし、風邪をほとんど引かないで来ることができました。しかしマスクをしていても、しかしマスクがあなたを救う、それは誠の救い主クライスト、イエスキリストがあなたを救います。ちょっと小さめのアベノマスクでは救えません。まあ、しかし不織布マスクでも救えません。世界で一番有名なマスク、誠の救い主クライスト、イエスキリストです。今から2021年前、キリストはこの地上に来られ、人々を救うために十字架にかかり、死んで墓に葬られ、3日目によみがえって今も生きています。キリストはこう言います。私はよみがえりであり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。あなたはこれを信じるか？キリストはあなたに招いておられます。チャレンジしています。キリストを信じて救われてください。神のもとへ立ち返ってください。今日皆さんにキリストがよって救われて天国へ行ってほしい、そのことを皆さんに心からお勧めして、本日の私たちの街頭演説、また聖書配布、それからストリートライブ終了いたします。皆さん、イエスキリストを信じてください。そうしたら救われます。皆さんの人生に祝福がありますように。約5時間この場所をお借りしました。ありがとうございました。お騒がせしました。またお会いしましょう。ありがとうございます。さようなら。